京大の七田と申します。作曲の方の、研究総括を、今から務めることになっておりまして、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。で、もう今の、クレストの、影山先生の方から詳細な戦略目標とか、そういうものをすべて説明されましたので、それをその先駆けとして同様のことを話しても、もう一つと思ったので、かなり好きなことを書いておりますので、どうぞそのつもりで、お聞きください。で、一応その、先駆けは今のクレストと、合体した状態で、文科省の、戦略目標で、始まったものといえます。それで研究領域の概要なんですけれども、本領域では、光によって生態を制御する、革新的な技術の開発を 目的とします。で、このため、操作および、観察と、それらの技術を活用した、機能解明の、3つの領域 の柱として、異分野による連携融合による、新しい、生態機能制御技術の確立を目指します。非常に細かい話なんですけれども、これは、単純に言いますと、3つの、言葉がキーワードとしてあるということで、光操作をするということと、光による観察をするということ、それから生態の、機能解明をする、この3つが基本的な、戦略になります。で、クレストと再開の違いですね、同じ戦略目標で立ち上がっておりますので、基本的には同じです。ただ、クレストは、ここに書いてますが、光操作技術の開発と応用によって、さまざまな生命機能の、高度理解と制御を目指して、なおかつ、世界のトップレベルの研究を展開する、これが、チーム研究として、トップレベルの研究を展開するところがクレストの一つのマターだと思います。で、それに対して、先駆けは個人研究で、なおかつ若い方ということで、これまでにないような、新規な、光操作技術を提案開発していただいて、その応用によって新たな生命機能の、解析を試みる、なおかつ、若手研究者の、自由な発想を尊重して、将来のこの分野のイノベーションを目指す。ですから非常に先駆けとして重視したいのは、その将来のイノベーション、現在ももちろん重要なんですが、将来のイノベーションを目指すと、そういうことを、期待しております。で、実際 の、 総括の方針ということなんですけど、すでにも言ったことなんですけども、一つは、これまでにない、新規の光操作技術の提案開発し、その応用によって新たな生命機能の解析を試みると、これが一つの、研究総括の方針ですね。で、皆さんもうご存知だと思いますが、生命科学における最近の技術革新というのは、1990年代に、蛍光タンパク質や小分子を用いた生態イメージング、いわゆる下村先生の GFP なんですが、それによる一つのイノベーションがあり、さらに最近では、遺伝子工学における、ゲノム、編集技術ですね、こういうのが立ち上がっております。で、光操作に関係するものとしては、先ほど小山先生もおっしゃられましたけれども、いわゆるオプトジェネクスというに代表されるような生態の光操作技術というのが、2000年代の後半に、立ち上がり、今現在ではそのアメリカ、特にアメリカを中心にした大きなうねりとなっておりますね。で、そういうことを、考えながら、本作家家では、そのうねりを、なんとか、日本の、中に、自分のものとして取り込もうと、そういうことを考えておりまして、そのために、日本独自というか、日本で特徴的な、よく研究が進歩しております、光、生物学とか、工学とかナノテクノロジーですね、そういう技術を融合することによって、光状タンパク質の、動作原理の理解に基づくような、新規な、光操作技術を、開発研究していこうと、それが目的になります。で、今のことをもう少し単純に図にしたのがこれですけれども、光関連タンパク質の同定や関連因子の知見、さらに、光感受性タンパク質の動作原理の理解をもとにして、最新の、生態イメージング技術、最新の遺伝子工学技術、これなどを融合しながら
生体機能解明技術の、今までの弱点の解消とか最適化、あるいは革新的な技術の創生、こういうものを、目指していこうということになります。で、もう一つの方針は、先ほど書きましたけれども、若手研究者の、自由な発想を期待して将来のこの分野のイノベーションを目指すということです。もちろん現在3年後も重要なんですけれども、その開発したものがによって、今のそのいわゆるオプトジェネティクスに対応するようなもっと大きなイノベーションというのがあれば、楽しいなという形で、領域を、統括していきたいと思っています。で、革新的な生態機能制御技術の開発というのは、先ほどここにこう3つ書いておりますけれども、単純には光操作と光による観察と新規な生命機能メカニズムの解析ということで、いわゆる先ほどの3つのキーワードですね、それを細かく書いたのがこれなんですけども、それに向かって、生命科学から、最終的な情報科学まで含めたようないろんな、ところの知見あるいは技術を融合することによって、研究を進めていこうと思っています。で、その次のスライドに、具体的なところを書くんですけれども、それ以外に既存の技術を凌駕するような、生態機能の革新的な制御技術、言葉はすごく難しいですけれども、こういうのを期待すると、単純に言いますと今いわゆる光操作などは主にその光として可視光とか、紫外光とか赤外光、それを使いますけれども、それ以外に、生態内にを、非侵襲的に透過するような、電磁波や磁場、こういうものを利用したような新しいプロジェクトの提案というのを期待しております。電磁波の中では、例えばテラヘルツとかそういうのになると、非常に透過しやすいですよね、そういうことも含めて、そのいわゆる、光、オプトジェネティクス、光なんですけども、その光を電磁波と変えるようなそういうふうな、提案も期待するということになります。それで、先ほど言いました具体的な例なんですけども、これすごく細かいことになって、これを説明していると時間が大変ですので、もうすでに皆さんのところにパンフレットがありますけれども、その中にこれ全て書いております。ですから後で見ていただければと思いますが、単純に言いますと、光操作を利用した、生命機能メカニズムに関しては、脳神経系ではなくて、それ以外の生命機能に関するいろんなメカニズム、全て OK ということで、そういう形で提案していただければと思います。ただ一応光操作ですので、何か例えば光上タンパク質とかそういうものを、生体の部位特異的に発現させることによって、それを光操作して、いわゆる神経のメカニズムを解析すると、そういうことはエッセンシャルなところだと思います。で、先駆けは今クレストの場合はチーム研究でかなりこう、最先端のところまで行こうということなんですけども、再開発ももちろんそうなんですが、それぞれの、ところで一つでも、これができるんじゃないかという形で、提案していただければと思います。で、選考基準をあと言いますけれども、選考基準も、ここに書いている通りなんですが、まず光操作に関しては、基本的な要素ですね、どういうふうな形で光操作をするかという新規性と独自性を、期待すると、そういうことが一つです。それから、先ほども海山先生も言われましたが、局所から全身への展開、観察ですね、それが全身への展開に向かうようなそういう、提案を期待するということになります。それから、最終的に、生命機能メカニズムのこれを解析するということになるんですけども、私自身が期待するのは、できれば、その提案する方が、自分自身で見つけた、あるいは今まで誰もしていないようなそういう、生命機能メカニズムについて、光操作を使って解析するというそういう立場 の、 提案を期待します。非常に面白い生命機能メカニズムというのがいろいろと発見されているわけで、それをこういうふうな光操作を使ってすればさらに分かると、それはもちろん非常に面白いんですけれども、できれば、
自分自身が見つけたんだけども、それを何とか自分が解析したいという形で提案をしていただけると非常に重要視すると思います。で、まあ、こういうことなんですけれども、まあ、あと、個人研究の提案であれば、今生命科学とか光科学のみならず、物理とか化学、工学、情報科学などの、分野からの提案も期待、歓迎しております。で、あとその応募にあたっての参考事項なんですけども、まあこれは作曲 の、 若い方に向かっていうことで、もうあまり、細かい話をしてもあれなんですけども、まあ、提案の中には、まあ、どのような生命機能の臨界につながるのかとか、何が可能になるのかとか、まあ、こういうことを、書いていただければと思います。それから、まあ、今までずっと研究したものであれば、より挑戦的な研究計画を提案していただければと思います。それから、まあ、予備的なデータがあればそれを書いていただくと、さらに信頼性が、実現性が増すということで、予備的なデータとか、準備状況があれば書いてください。それから、まあ、最終的には答えレベルとか、こういうそのいわゆる言葉で言うとシステムズバイオロジーですけれども、まあ、それに向かったような提案も歓迎いたします。で、まあ、領域運営においては下記の領域、まあ、これは先ほどの影山先生のオフトバイオを含めた関連のプレスと先駆けと連携すると、まあ、そういうふうなことを考えております。で、あと、まあ、総括からのメッセージということなんですけども、もう先ほどは影山先生はかなりこう詳細に言われましたので、私は雑白に言いますが、まあ、光操作に関しては、まあ、こういうことなんですが、光需要タンパク質に関する日本の基礎研究のレベルを信じましょうということですね。で、実際その現在オプトジェネティクスというと、まあ、アメリカが主流ですけれども、まあ、それの基礎になるようないろんな原理とかそういうものは日本の研究者の寄与というのは非常に大きいところがあります。で、まあ、これはこの10月にドイツで開催されるレチナルタンパク質の国際会議なんですけども、まあ、世界的に見てもそのレチナルタンパク質の国際会議は、まあ、これだけなんですが、まあ、ここにその招待講演者が、リストがあるんですけども、まあ、それを少し大きくすると、トータルで42名の方が、招待講演として選ばれています。で、その中で、この、日本からは7名 の、 招待講演者が招待されている。で、まあ、基礎研究では、まあ、こういう7名というのは、これはその開催国のドイツよりも多くて、それから、ちょっとまあ見にくいですが、オプトジェネティクスの、まあ、ダイセフスさんとか、ノーベル賞学者のワーシェルさんとか、まあ、そういうアメリカ の、 研究者が、日本と同じ7名ということで、基礎研究の分野での日本のコントリビューションというのは、まあ、非常に大きいというふうに、考えられます。もちろんこれ一つだけ取って大きいというと怒られるかもしれませんが、まあ、レチナルタンパク質の国際会議はこれしかないので、この中で、日本の、研究者のコントリビューションは大きいということで、それで、まあ、いわゆる世界ばかり見ずに、日本の中でのシンポジウムとか学会の発表というのに、いわゆる先駆けの、シーズンとなるような多くのヒントが隠されているということになるというふうに思います。はい、で、これが最後なんですが、まあ、災害捜査 の、まあ、メッセージとしては先ほどから、まあ、言っていることをそのまま書いているんですけれども、まあ、まず最初に、まあ、新規な光操作技術のを提案して、いただきたいということと、それから若手研究者の、まあ、自由な発想を尊重したいというのがあります。から、まあ、最後に、先駆けの一つの重要なものは、若手研究者自身 が、 その出た成果の、コレスポンデンス操作になるような、まあ、そういう形での、発表というか展開を期待しております。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。